はい、今から有酸素に行ってきます。ちょっと代謝が落ちてるのでかなり厚着で手袋とかもしていきます。はい、1食目になります。ホッケと、卵全卵1つになります。では1食目食べていきたいと思います。今時刻が6時14分とかですね。で今日ですね、カーボディプリート、まあ、カーボディプリートっていうか、まあ、炭水化物少し入れてたんだけど、この3日間 100g 以下に抑えるようにしてて、で今日は4日目ってこと、最終日なのでほぼほぼゼロカーボをカットしてやっていきたいと思います。いろいろとちょっとこう実験も兼ねて今回はカーボディプリート結局入れるようにしました。なので、1食目はホッケと全卵全卵ってことで、炭水化物はちょっと今朝は抜いてるっていう感じです。では食べていきます。まずホッケから。うん、やっぱ魚の脂元気出ますね。めちゃくちゃいいです。あと大会前ということでウォーターローディングっていうのを今やってるんで、ウォーターローディング、ナトリウムローディングっていうのをやってるんだけど、これも昨日まで、水1日6リットル3日間飲み続けて、で塩分も10から15グラムぐらい摂取してたのを、今日からちょっと徐々にね水分を節制していくというところで、今日まあ2リットルちょっと、まあ2リットル以下に収めたいっていうのと、あと塩分も4から5グラムぐらい、どんどん徐々にカットしていくっていう食事に変わってきます。でまあリプリートは今日で終わりなので、明日からカーブアップっていう形で、まあ、体にこうエネルギーとか筋肉を張らせたりっていうちょっと作業に移っていきます。Feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way. Highway, and in the driveway is a nice range. 'Cause I grind
cry, mind right pain. You never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind. はい、本日2食目になります。ホッケと鶏胸肉と全卵キムチです。はい、今筋トレから帰ってきました。今日で実質横浜大会前のトレーニングは最後になります。まあしっかりと追い込めたんじゃないでしょうか。まあそんなに今回の減量本当に最後の最後までストレスなく、朝飯しっかり食べてるからだと思うんだけど、ストレスなくトレーニングを終えることができました。若干こう代謝が落ちてるから汗がかかないとかそういうのはあったけど、まあ、良いトレーニングですね。で今からこういった、まあ、朝とほとんど変わんないんだけど、ホッケと卵と鶏胸とキムチだけ追加して2食目を食べていきます。炭水化物はできるだけ取らないで今日は行きたいと思います。うん、ホッケバカうめえな、あれやっぱ。で、食後にバイトさんのミタパワーとビオ3、これで今日水分は2リットルぐらいなので、この容器3杯分なんだけど、朝トレーニング中いっぱい飲んじゃったので、あと2杯で生きていきたいと思います。こんな感じです。はい、今から今日は出社します。クロージングの日なので、かつハロウィンなのでちょっといろいろとイベントもあり行ってきます。イラ、イラオ、イラオ、どうですか今。いや、これは3食目かな今。ナウナウナウ、頑張ってください、ゆずさん。よっしゃー、いいねー、いけいけ感情こもってない。カズマ、カズマ、カズマ、コメント、新入社員、あげー、売り子やん、売り子。じゃあ売り子、ビール一つお願いします。ビール一つお願いします。マジであるよ、1000円です。あ、1000円も取られる、1000円です。あ、いけ、これです。もしもいいこと言うよ。イケメンだな、てか、でもマジでこれでバズってくれたらいいな。バズりますよ。あ、ちょっと DM はここまで、サムネにしときます。サムネにしときます。ありがとうございます。待て、頑張って。はい、お疲れ様です。こんな感じ、いいですよね。うん、めっちゃいい、めっちゃいい。はい、あ、そうだ、鼻毛ワックスしてる、すごい。あ、めっちゃいい、本当に。立ち止まらずお進みください。全然違うな。ありがとうございました。頑張ってください。ありがとうございます。勝ちます。ありがとうございます。え、一緒に撮る、どこで。ここで、あの縁で亮太に会うっていう。頑張って。ありがとう。いや、いいね、確かにめっちゃ似てるな、髪型。はい、今から本日、最後5食目かな、5食目の食事をやっていきたいと思います。今、眉毛サロンと美容院行って帰ってきて、時刻がちょっと遅くなっちゃったんだけど10時12分です。で、ここから、えのきですね、ちょっと若干便秘気味なので、あの食物繊維取るためにえのきと、マグロと、これも食物繊維取るためにメカブを食べていきたいと思います。これが今日ラストですね。で、今日ディプリート最終日で、ほとんど炭水化物マジで 10g ぐらいしか今日最後取ってないんだけど、マジで
元気です。めちゃくちゃ出社もしたんですけど、マジで元気すぎてやばいです。あのいろんな人がね YouTube 見てくれてて、めちゃくちゃ正直嬉しかったっていうのもあるけど、なんかビビるぐらい今回、まあ、これは本当に減量食、明日から調整ってなるから最後になるんだけど、ビビるぐらいあの元気でね、ストレスなく今回減量ができたっていうのは一番の自分の中で良かったポイントかなって思います。明日から調整なので、しっかり、調整であの食べ過ぎないようにとか、あとはしっかり休息することを意識して、最後ポージングの練習とか休息とか、体を休めて、当日めちゃくちゃいい過去一のコンディションで臨んでいきたいなと思っております。で一旦ちょっとメーカー部からいただきます。今全部食べ終わって、今日の食事が終わりました。全部でだいたいトータルカロリーが1200とかで、炭水化物がほとんどなくて 15g とかで、まあ、タンパク質 200g ちょっと取りすぎたんだけど、 200g 脂質 40g とかの食事内容だった気がします。まあこの4日間まあ、ちょっと大前提、先週の土曜日の友達の結婚式で終わった後にちょっとクッキー爆食いしちゃったっていう、そこから始まったんだけど、まあ、ちょっとカーボディプリートを今回初めて、カーボディプリートって言うと、まあ、炭水化物をなるべくこう極限まで抑えてっていう方法を今回減量3年目にしてね初めて行ったんだけど、なんとあまりストレスなく終わることができました。なのでマジで今回の減量、まあ大体、まあ、減量まだ、まあ、減量はまあほとんど終わったか、減量100日間近く、100日、まあ、多分95日ぐらいかな、こう食事、減量の食事をしてきたけど、マジでストレスなく今回は行きました。これが何よりも自分の中では大きいです。はい、今から最後の有酸素に行ってきたいと思います。横浜大会前ラストの有酸素です。有酸素って言っても、ジムのトレッドミルね、行ってきます。じゃん。まあね、有酸素から帰ってきて、時刻が、12時45分とかです。有酸素から帰ってきて半身浴して12時45分とかです。もうあと、残り2日なので、明日明後日の調整、休息、あとはちょっとポージングの練習、そのあたりをしっかり詰めて、当日自分史上最高の体で挑めるように調整していきたいと思います。本日もありがとうございました。それではまた、バイ。